Magandang hapon. Ako ay hapon. フィリピンはメトロマニラマカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズの卸しをしておりますやっさんです。最近の動画では安定のフィリピン庶民の足、ある意味必要悪のトラディショナルジープからの始まりとなります。今回は特別席のフロント席に乗っていますので、信号待ち中のおっちゃんの会話がよく撮れました。おっちゃん、信号青になったよ。そしてアラバンスターモール裏、フィリピン国鉄 PNR の列車に乗り込みます。ここが北路線の始発となります。まず目指すはアラバンから3つ先の TFI。 現在これに乗りにはカンパニー ID が必要となります。で、ワクチンを打ってると無料って聞いてたんですが、普通に15ペソ払いました。まあ超安いですけどね。ちなみにマカティに便利なパサイロードやデラロッサも同じく15ペソとなります。アラバンを出発して23分後に FTI に着きます。いやー、もう日本並みにめっちゃ正確っすよ。駅に着くと、にゃんこ駅長、寝てました。ところでここ FTI ですが、この駅だけではなく、バスも FTI 行きって結構あるんですよ。で、なんだろうなと思ってたら、フードターミナルインコーポレーテッド。これの頭文字だったんですね。ここウエストビクタンに本社を置くフィリピン政府が所有管理する食品加工と流通がメインの企業。120ヘクタール、なんと東京ドーム26個分の工業団地なんですね。農業開発、電子機器原材料、その他もろもろの事業活動も。現在はかなりの範囲をアイラランドインクに売却され、アルカサウスとしてタギグだけに目指せ BGC としてか、開発がどんどん進むはずが、今は随分と遅れてるようですね。そんなことより駅のすぐ近くにセブンあった。コーヒーを補充。さあ、今回はここからまずはリビンガンなマガバヤに英雄墓地のあるザ・ヘリテージパークタギクを目指します。しかしこの歩道細いし、障害物があるし、これを避けるために車道にちょっと出るとバイクがガンガン来るし、怖え。塀の中は何やろうと思ったら庶民的エリアのようですね。なんとこの塀沿いに何かあると思ったらサリサリストアですね。その横には子供が泣いてる。住まいかな。この前日、台風上林じゃなかったジョリーナが首都圏を通過していったので、こんな水たまりもあるんですが、ここでも後方からバイクがガンガン来るんで怖え。怖えといえば下町あるある、垂れ下がった電線。今回ちょっとだけ触ってみましたが、感電はしませんでした。このエリア、スカイウェイを挟んだ反対側がエアポートになるので、こういった近いところでよく見えます。セブパシフィック乗り手。アラバンから PNR で3つ目の駅 FTI、 すぐ先がノニヤギのエアポート。ここを BGC 方面に北上してヘリテージパークのモーチュアリー&クリメトリーを目指します。ちなみにモーチュアリーは遺体安置所のことで、クリメトリーは火葬場のこと。どちらもまだ私の人生では目指したくないんですけどね。では墓場を目指しますが、ロックダウンのマニラを歩くは前向きに。出発をした FTI がタギッグの南端となるんですが、ではここでタギッグうんちく行ってみましょうか。ルンソンナンタギッグ、シティオブタギッグ。名前の由来はスペイン帝国の統治が始まった頃、ここにいた農民の集落で米の脱穀が非常に上手だったようで、この集落が脱穀を意味するタガログ語、マガタガギークと呼ばれていたそうで、そこにダース・ベイダーのように現れたスペイン帝国のルイ・ロペス提督がタギクと呼んでいたのが始まりだそうな。知らんけど。広さは 53.67 キロ平方メートル。私のふるさと岐阜県の端々ぐらいの大きさですかね。2020年の国勢調査では人口は88万7000人ほど。フィリピンの主要な金融と BPO、BPO とはビジネスプロセスアウトソーシングのことで、アメリカ、欧米など特に英語圏の企業の業務プロセスの一部を遠隔で請け負ってやつですね。まあ IT 系やコールセンターですね。これについては以前のクバオ動画でも説明してますが、これが密集しているところはマジここフィリピンって思うほど綺麗な高層ビルが立ち並んでますよね。で、そんなんやその他の近代的なビルが立ち並ぶ BGC、 ボニファシオグローバルシティ。ここの発展とともにタギッグとしてもイケイケ感が急上昇のエリアですね。そんなタギッグももともとは農村漁村、戦後もずーっと居座っていたアメリカの軍事保護区が基地転換開発局によって多目的計画都市に返還され、もうマジ急速な成長を遂げましたね。2004年に共和国法で高度発展都市に認定された28のバラン街からなるエリアとなります。まだまだ開発が進んでないところではこんな自然も残ってますね。水は相変わらず汚いんですが、マニラの川独特のドブ川って感じじゃないですね。リビンガンなマガッパヤに英雄墓地と刻まれてますが、それは道路を挟んだ反対側で、この壁の内側はスクワッターっぽいんですけどね。カルロス・ガルシア・アベニューの陸橋の下、なんかありますね。工事をしているようですが、公園も作ってるんですかね。こういった時ってソロモン戦でリグザムの脅威を察知したアムロの声がささやくんですよね。よし、確かめてやる。てか一応ハイウェイ渡れるのかな。お、地元の人が渡ろうとしてるようですね。じゃあ渡ってもお咎めなしでしょうね。というわけでダッシュして渡ってみました。やはり何か英雄をたたえたメモリアルパークのようですが、新しくはなくちょっと風化が始まっているようです。お、フィリピンエアライン、米国での破産法申請どうなっちゃうんすかね。てかさっきからガンガン飛んでますけどね。てかこのアングルからよく見えないですが、あなたは誰でしょう。まあ通りの名前で察しはついてましたが、フィリピン第8代大統領カルロス・ガルシア氏、ここを走る C5 と呼ばれる環状5号線も1996年11月に彼の名前をちなんで名付けられたみたいですね。そして勇者ラプラプ、うちのスタッフジェス君のお兄ちゃんにそっくりなのかな。この動画シリーズにも何回か登場してくれてます。え、サダム・フセインちゃうちゃう。1898年マニラ湾海戦、アメリカ合衆国とスペイン帝国が戦った米西戦争中に起きた海戦ですね。スペイン帝国太平洋艦隊はここで壊滅。ルーム海戦的に赤い彗星も現れたんですかね。そんな歴史背景はこちらの動画も見てもらおうか。フィリピンの歴史とやらを。しかしここの公園って道路をダッシュしないと来れないと思うんだけど、それも MECQ で交通量が異常に少ない今だからこそ。ほんと意味不明なフィリピン政府の迷走って、その歴史今も引き継がれてるんですね。いい加減 MECQ の延長やめるずら。で他には何もないのでまた道路を渡ります。お、またフィリピンエアラインと反対側を見渡すと、ここがあの戦没者が祀られているという英雄墓地の一角。ここからでは道路の反対側には渡れないので、しばらく先に行って入り口を目指します。うわー、この古い集合住宅、うちの田舎にもこんなんあったな。お、やっと陸橋がありました。では駆け上がります。こっちが BGC に向かうこれから進む道。この日の前日、ほんと一日中台風で気温が随分と下がり、朝寒くて起きたんですよね。でこんな涼しい日だったらめっちゃ歩けるわということで来たんですよ。あ、こちらが FTI から歩いてきた道です。 FTI の駅に着いたのが午前9時ぐらいだったんですが、外に出てびっくり。何これ、暑いんですけど。そんなわけでこの時期のいつもの暑いフィリピンを満喫しながら、もうすでに随分と歩いてきちゃいました。この陸橋から見てもヘリテージパークの入り口は見当たりませんので、まあ、この階段も塞がれてますね。もうちょっと先に進んでみます。道路のこっち側は歩道がなく、これ自転車用の通路ですね。怖っ。意外やすぐ先に横側の入り口がありましたが、まあ予想通り開いてないですね。セキュリティの人もいないようです。あ、またフィリピンエアラインなのか、9日10日、あ、この日は2001年9月9日ラザダやショッピーが盛り上がる日ですが、私はこういった時はスルー。そっか、9月9日9時台か。グッグッグ。中はこんな感じで随分と広いスペース、全く人気がないので入れないとは思いますが、一応メインゲートの方に向かっていきます。ガルシアアベニューの反対側は庶民的エリアがずっと続きます。ところどころ公園内を覗き込むと、向こうに見えるは BGC ですね。広大な公園が続くので眺めはやはりいいようですね。メイン通りから分かれた通りに入っていきます。ここはまあ歩くのもいいんですが、サイクリングとかに最適でしょうね。お、何人か人がいると思ったらスケートボーダーのクヤたちですね。こういった時だからこそここでも練習できますね。ではここでヘリテージパークのざっくりうんちく、約30ヘクタール、東京ドーム 6.5 個分ですかね。1945年5月に第二次世界大戦中に戦死をした軍人墓地として設立。その後亡くなったフィリピン大統領、国民的英雄、愛国者、国民的芸術家、科学者。英雄墓地エリアは認められた人しかそこで埋葬されることはありませんということでしたが、現在のドテ親分が大統領となった2016年、その年の11月8日、第10代大統領フェルディナンド・マルコス氏をフィリピン最高裁が埋葬申請をずーっと却下し続けていた中で、ここに埋葬された話題はまだ記憶に新しいところですね。ドゥテ親分、新マルコス派として知られてますが、ドゥテママがエドサ革命の時に地元ダバオでジャンヌ・ダルクばりに革命活動をしていたという話も、その辺の裏話を話すとパタイされると奥様に強く釘を刺されておりますので、表歴史はこちらの動画となります。公園の中を横切るバイアニーロードに入っていきます。てっきりこちら側が英雄墓地で、こちら側は普通の公園かなと思っていたら、全体的に墓地だったんですね。さあ動画も10分を大幅に超えております。ぼちぼち先に急いで進んでいきますと、そんな時になんか面白い木を見つけました。今の私の気持ちを汲んでくれている木なんですかね。まあ今更だけどお前価値悪いよな。中を覗き込んでみると緑が多く広いですね。道路反対側も中がよく見えますが、この四角い建物はお墓なんですかね。これを生かした移動販売。いやー、しかし緑に囲まれていても直射日光が当たるところはもうめっちゃ暑いっす。ゲートが開いて車が入ってきました。予約を入れればお墓参りは OK なんでしょうか。というわけでこちらがメインゲートになるんでしょうね。道路を渡って反対側のヘリテージパークのメインゲートの方にも行ってみます。ところでここはスピリチュアルスポット、この写真を撮った時になんか感じたんですよねって、稲川淳二さんじゃありませんが、心霊写真ではなく、これ、龍雲じゃないですかね。龍の雲と書いて、龍雲。これが龍雲ですという定義は特にないんですが、見た人が、あ、龍みたいと気づくことができたら、それが龍雲。ちなみに私の大好きな将軍は趙雲。龍神様のご加護を受けるというありがたい兆候。三国志に登場する兆候はあまり好きではありませんが、こちらもちょっとしたプチうんちくでした。なんかいろいろ勝てそう。いや、しかし飛行機、空港近いとはいえ5分おきぐらいに飛んでますね。どれだけの人が乗ってるかっていう話ですけどね。ではメインゲートに向かいます。おや、ちょっと開いてるじゃん。入れるのか。はい、何が書いてあるか不明ですが、ダメなものはダメ。でも GCQ になったら入れるよと、このセキュリティのクヤが言ってくれました。こういったところのクヤってすごい高圧的だったりとか、めんどくさそうに対応したりってのが多いんですが、このクヤはすごくいい人でした。多分暇だったんでしょうね。外からですが中もちょっと見せてもらい、なんか思い出すは新宿御苑ですね。次に向けてまた進みます。そうすると、逃げるんかい。都会のニャンコは餌くれーで全く警戒心なしで寄ってきますが、この辺のニャンコは警戒心大ありですね。さあ先を急ぎます。ところどころ撮った写真で、これもまた雲ですが、ここにもしかしたら UFO とかいるかもしれませんね。ともあれ、前回の動画でもちょっとお話しさせてもらったんですが、台風一過ってのがなかなか期待できないフィリピン。翌日のこの日は本当に天気に恵まれましたが、個人的には薄曇りが良かったんですけどね。とにかくあっちいので壁に張り付いて日陰を進みます。壁の合間から公園内を覗き込むと、やはりこれはお墓なんですね。裕福層の方のものだと思いますが、いろんな形があったり、中にはエアコンもついていたり、漢字表記のものも随分とありました。今はまだガラーンとしてますが、ここにどんどんこういったお墓が増えていくんですかね。フィリピン圧倒的な死因は心疾患、そしてがんが2位に急上昇する勢い。コロリンとかって騒いでるのってさ。皆まで言うな。この公園を管理するはフィルプランインク。こういったところでするお葬式もバカにならないので、まずは健康の源、食生活、気をつけましょう。BGC 方面に向かって歩いていくと、壁の雰囲気がガラッと変わりました。瓦屋根？ああ、この電動のやつ欲しいんですよね、お姉さんこと。これは和風じゃないにしても中華風かななんて思っていたら、なんでもんじゃありませんが、韓国との友情の証だもん。中はこんなんだもん。で、お前は何もん。一瞬軍用機かと思っちゃいましたが、こんな黒色の飛行機もあるんですね。そして青いポリ容器。いや、うちには日本から持ってきたスーパー浄水器があるので、こういうののお世話にならずにほんと助かってます。この方は女性なのかな。追い抜き際にちょっとお顔を拝見。超ショートヘアの白人女性でした。さすがに BGC の近くにもなると白人の方もちらほら。公園をすっかりと抜け切ったので街並みに入っていきます。このツインタワーにはメトロバンクと PNB が睨み合ってますね。ちょっと進むと個人的に気になってしまったのがミリタリーショップが並んでます。実は20代前半の頃ですかね、サバイバルゲームに参加していることもありました。エアガンというより電動ガンですが、カスタマイズして強力にして、今回の動画じゃありませんが夜中の墓地で打ち合ってました。あ、ちゃんと特別な許可取ってですよ。というわけでこういったショップを見ると未だにちょっと心惹かれちゃうんですよね。で、なんでこの辺はこういったショップが並んでいるんだろうっていうのが後ほど分かります。で、後ほどやっさん大ピンチ。いや、今から思うとマジこの動画作れてよかったっていうところです。ここは木陰も多く風の通りもいいので気持ちよく歩けます。この写真では分かりづらいんですが、掃除をしてくれてるおばちゃんマダムが結構いるんですよね。台風の翌日だからですかね。お、立教だと思ったら、これは両側の施設内だけを行き来するもののようで、この道路からは登れません。そう、ここは知る人ぞ知るゴルフ場があるんですね。その名もアーミーゴルフ。名前は聞いたことあったんですが、来るのは初めてです。お、フィリピンらしいかっこいい紋章じゃん、覗いてみようなんてこの時は気楽に撮ってましたが、おお、 BGC がよく見えるじゃんなんてね。この後すぐ悲劇の始まりです。いや、てかお前がただやらかしただけだろ。そうなんです。ここゴルフ場だなんて思ってたら、アーミー軍隊の敷地内だったんですね。一応この写真を撮った時はセキュリティの軍服を着た人に許可は取ってませんが、目があっても何も言われなかったので、あ、いいんだという感じでしたが、ちょっと離れたところ鉄格子の隙間から中を取ってしまったんですよ。子供用の遊具もあったんで、あ、公園なんだと気楽に。そしたらやってきたんですよ、兵隊さんが。まあタンクには乗ってませんでしたが、とんでもない銃を抱えて「ヘイヘイ!」という感じで、え、俺のことなのと思ったら全くお前のことでした。お前ここで何やってんだ、何撮ってんだ。セキュリティガードに言われたことは何度かあったんですが、今回は本職中の本職。 ID 出せ、何の目的だ、オフィスに来い。次々と詰め寄られます。そしてソリポソリポと平謝りしながら、ちょっと柵を思いつきました。ちょうどカンパニー ID を持っていたので、それを出して、私はヘアサロンを営んでます。でもね、わかるでしょ、土壇場で MECQ が延長しちゃったでしょ。ロックダウンが始まってから4回目、今回も1ヶ月以上仕事がない、収入がないんですよ。だからこの時間を利用して私のブログでフィリピンの素晴らしいところを紹介してるんです。あなたは若くして務めを果たしている。でも多分私はあなたのお父さんと同じぐらいな年代なんですよ。カワワディバー。もちろんインチキ英語なんでこんなにスムーズには言えてませんし、この間にも30回ぐらいソリッポソリッポヒンディコイトアラン、知らなかったんだよで情に訴えかけ、次はジェルだからねと言い残し、なんとか逃がしてもらいました。軍隊だけではなく警察機関、あと大使館なんかもその周りで写真などを撮ったりする場合は皆さんもほんと気をつけてください。いやー、マジ焦った。というわけで急いでこの場を離れます。ちなみにこの通りロートンアベニューに出て進んでおります。この辺はもう BPO 関連のビルなんでしょうね。すごいのがいくつも建ってます。こちらはロビンソンのビルみたいですが、デパートとかは全くありませんね。このビルもそうですね。向こうには BGC の中心街が見えます。もうほんとさっきの今なんで、こうやって国旗を取るのもいいんだよね、ここいいんだよねと自分に言い聞かせながら、あ、ここにもさっきと同じ紋章。さすがにここは撮影 OK だよね。ちょっともうすでにトラウマになってますが、ちゃっちゃが撮ってつらかります。そしてこの道、アッパーマッキンリーロードを右に入っていきます。次のお目当てはここ、ベニスグランドキャナルモールということで、ハイソでハイソなマッキンリーヒルに入っていきます。しばらく進むと、あれ鳥居、一応鳥居がモチーフなんでしょうね。屋根付きの通り、これは NTT さんが入ってるからなんですかね。 PLDT と業務提携してますもんね。カスタマーサービスもっと良くなるはずなんだけどな。家族が日本に帰ってしまった以降、いろんなところを歩き回ってるんですが、比較的庶民的エリアが多いせいか、ここに来た時、あ、なんか場違いかなと思ってしまうような空気感、いい意味でですけどね。こちらはチャイニーズインターナショナルスクール。ここももう1年半動いてないんでしょう。フィリピン国旗、アメリカ国旗、お、日本もありましたね。その他の国もずらっと、あ、ずらっとってあっちのずらじゃないですよ。空母赤城の排煙口、おしゃれというか私が言うのもなんですが、可愛らしいビルが並んでます。さあ、いよいよ入っていきましょうか。何気にここに来るの初めてなんですよね。フィリピンのベニスグランドキャナルモールなんですが、うんちくやらくだらない情報をいっぱい入れてたら、もう動画22分経ってるんですね。というわけで MECQ 中のこちらのとても綺麗でおしゃれなモール、中がどうなっているかは次回の動画となります。ただ一つ今言えることは、もうずいぶん昔お台場にパレットタウンができた時も私一人で最初行ったんですが、あ、ここは男一人じゃ来たらあかんとこっていうのを今頃になってめっちゃ思い出しました。そんな次回の動画をこうご期待。ではまた。